川端です。よろしくお願いします。今回はですね、2021年西大和学園高校の問題です。平面図形の問題となります。この DE の長さを求めなさいという問題です。はい、この問題はですね、2つのことに気づかないと解くことができません。まず1つ目、相似です。相似があるの分かりますか？この各 C を共通って考えると、三角形 CAB と三角形 CBD が相似になってますね。ここ共通で×、ここ共通で×だからね。なので相似になってますので、ちょっとこの三角形 CBD ですね、これをちょっとひっくり返して書くと、まあこのような感じになりますね。ひっくり返してこうパタッとひっくり返すかですね。で、D がここにあって、C があって、B があって、で、今 BC の長さが4というふうになっていて、ここ共通で、ここの角が×になるよということですね。そうすると、この2つの三角形、要はね、これね、これと、この、今赤でくって、この赤の三角形とこの相似って考えて、相似比が6対4、つまり3対2になりますね。なのでここも3対2になりますから、ここから DC の長さを求めることができます。 DC イコール 4×3 分の2で3分の8という具合に出すことができます。そうするとここが3分の8ってことなので、ここからここが3分の8という具合に出ます。で、あとは DE の長さを求めるためには何が分かればいいかっていうと、 CE の長さが分かれば答え出ますね。 CE からね、3分の8引けば D が出るわけだから。で、 CE の長さ、これどうやって求めるかっていうと、先ほど言った2つの点に気づかなきゃいけないって言いますけど、もう一つはですね、二等辺三角形の発見です。角の二等分線が出てきたらですね、二等辺三角形が出てくることはね、めちゃくちゃあります。めちゃめちゃ頻度が高いです。角の二等分に二等辺三角形あり、ぜひ絶対覚えておいてください。そうするとですね、ここ今ここの角丸でここの角バツですよね。三角形の外角の性質に注目します。三角形 BAE でこことここ足したらここになりますね。丸とバツ足してここ丸バツになるよね。そうすると二等辺三角形が、隠れてるの分かりますかね。三角形 CBE、これ二等辺三角形ですね。ここ丸バス、ここ丸バスですからね。こことここの角等しいですから。ということなので、今 BC が4だったら CE は4って出ますよね。C の長さ4と出ます。したがって4から3分の8引いて D の長さが出るわけですね。D は4から3分の8を引いてあげて、3分の12引く3分の8で3分の4と。いう具合に出すことができるんですね。ここが二等辺三角形になっていることを気づかなきゃいけない。丸×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 二等辺三角形、ここがね、最大のポイントだったじゃないかなというふうに思います。ぜひですね、角の二等分線に二等辺三角形あり、ぜひ覚えておいてください。いい問題だったと思います。以上で解説終わります。では。